じゃあ今日のフレーズはこちらですね、えー。女の子の日が来た。女の子の日が来た。はいえー、まあ生理が来たっていうことですよね。はい、分かるかな分かったらすごいです。じゃあ答えてください。3、R、E どうぞ。うん はい、僕の回答はこちらですねまずねこれを説明する前に中国の事情をちょっと話しますけれどもあの中国はですね女性の生理はそこまですごい恥ずかしいことではありません、まあ、堂々と言うまではいかないけどでも恥ずかしいことではないですねみんな普通に言ってますだけど生理 そのままストレートはあんまり言わないけど、こういうね、イン語みたいな言葉を使ってね、あのー、表現してます。じゃあ説明しましょうかね。まあ、説明するまでもないけど、超簡単です。はい、まず、いまかまの意味は、おばさんという意味ですね。おばさん。はい。らえらは来た。<laughs> そのままですね。おばさんが来た。イコール、せりが来た。以上です。せ、ま、り、あのことを本当は、ゆえちんと書きます。 日本語もあるかな。月経と書いてね、月経と読みます。使うかどうかは分からないけど、大今っていう言葉出たらね、あのセリーの話してるなっていうふうにね、思った方がいいかもしれません。発音しましょう。大今、大今、来了。来了。文全体で、大今来ら、来了。 だいま来了。だいま来了。だいま来了。これ、僕言うのはおかしいですね。今日は以上です。えー、宿題はですねうん、だいま使って造就はしないので、来ら,らを使って造就しましょう、はい。コメント欄に書いてください。 明天见，明天见，拜拜。